はい。遠野絵です。それでは今日は人間完成への道という教えについて、えー、お伝えをしたいと思います。えー、新刊としてこの、えー、人間完成の道という本が出まして、でこれは1989年の頃のですね、えー、7、8、9、10、11月後半の 説法集なんですね。ベストセレクションです。で、まあ私にとっても懐かしい時代でありまして、1989年と言ったら私が幸福の科学に出会って入会した年なんですね。ちょうど入会してから半年ぐらい経った頃の教えだと見ていいと思います。で、今日はこの中には5つの5章の話が収録されてますけど、全部伝えきれないので、 このタイトル中になっている人間感性の道に絞ってですね、私なりにつかんだところをお伝えしたいというのが趣旨であります。で、まあ私自身がまあ当時の大川総裁のですね、この四粛、えー、伝道によって、まあ私もこう心が変わって動かされた一人であるんですね。えー、で、この人間感性への道、 というのは、まあ、一体何であるかということですが、えーまあ、幸福の科学の根本の姿勢として、えー、結出した人を作っていく教えであると。で結出した人を作ってそれによって世の中を変えていこうというこれが幸福の科学なんだという話がですね、えー、冒頭にあるわけであります。でまあ,あブッダ的に言えば悟りたる人を出していくという。 こういう活動であるし、中国の公子的に言えば、君子への道。これを解いていこうということですね。じゃあ、この人間完成の道に至るために何が必要かというと、私なりに掴んだのは3つの柱であります。で、一つ目に必要なものは、使命感なんですね。で、じゃあ、その使命感って、どういう使命感が必要なのかということですが、 まあここで解かれるものは生命の大樹についての話であります。我々はですね、一人一人をミクロで見ていくと、まあそれぞれ違った個性があってバラバラに生きているように見えるわけなんですが、もっと大きなマクロの目で、神様の目で見たときにどう見えるかというと、えー 一本の大きな生命樹、生命の大樹に見えてくるという教えであります。ですから人間は、この大きな大きな巨大な生命の大樹の中に根っこが生えていて、その根っこからまたさらに根っこの視線が伸びて、さらにそこから小さな、この毛細血管みたいな小さな根っこが出ている、この一つが人間である。まあ私なら私であるという。 こういう世界観なんですね。で、実はこれは生命の体樹でありますから、人間だけではなくて、あらゆる動植物も全部含めて、神様の目には一本の大きな生命体樹に見えている、その一部が自分であるという。まずこういう悟りが必要になるわけであります。で、そういうことが分かったら、 だから自分はまあ大きなものに生かされている、その一部であるということが分かったら、次に出てくるべき使命感は何であるかというと、自分の働きによって、このまあ毛細血管のような根っこから養分と水を吸うことによって、大きな体重を生かしていくという、こういう使命感なんですよね。だから逆に言うとですね、 我々がもしこの使命感をなくしたらどうなるかというとまあ自分は勝手に生きている一人の人間であって独立してるんだとだから自分自身がより大きな成功をしてより大きな利益を得ればいいんだというようなこういう考え方に陥るとどうなるかというとこの生命の体重が切り離されていって最後はですねバラバラになって大きな生命の体重自体も枯れ果ててしまうということになるわけです まあ一人や二人がそういう心得違いをしてるぐらいだったらまだ大丈夫ですが、もう大半の人間が、大半の生き物がみんな自分勝手に生きてですね、生命の退治なんてことを無関係に、じりじりバラバラになったら、やがてこの木は枯れていくと。で、木が枯れると、今度は自分自身も枯れていくということになるわけです。ですから、 己を利しよう、利しようと思っている利己主義のものは、己をも利することができなくなる。他のものも活かせなくなっていくという、こういう悟りがあるというふうに思えるわけですね。ですから、ここで得る使命感というのは、やっぱり自分自身がよりよく生きることによって大きな生命の退治を活かしていこうと、こういうような使命感が必要になるということであると思います。 最初に人間が完成するためにはどうしてもこの使命感みたいなものをなくしてはですね、どんなに賢そうな話をしたとしてもそれは不十分である。全然人間としては完成に向かっていないということがまあ第一点でありましょう。では、人間完成の道に至る第二点は何であるかというと、これが情熱なんであります。 次になぜこの情熱が必要になるかと言いますと、自分がこの生命の体制の中のちっぽけな毛細血管のようなこの根っこの端っこにしか過ぎないとなればですね、ともすれば、こんなちっぽけな自分であるから、多少自分が頑張ったからといって、その大きな木に影響なんか与えられないんじゃないかと。まあ、この自分の飛翔性みたいなものにですね、 え、なんかこう、承知してしまわないんじゃないか。意気承知しないんじゃないかという、こういう観点が出てくるわけです。ところがここで解かれるのは、いやそうではなくて、この情熱による霊的な仕事になってくると、その影響力は無限になるという教えが出てくるんですね。じゃあここで言うこの情熱による霊的な仕事って一体何なのかということですが、 これはまあ影響力による仕事であって端的に分かりやすく言うとですね、まあ、吉田松陰のような仕事だというふうに思います吉田松陰という方はあ幕末期に20代で獄、えー、中で亡くなって、まあ、そこだけ見たらですねもう失敗した人生のように思えるんだけれども実はこの吉田松陰の残した昭和村塾から次の明治維新を担う人たちが もうたくさんたくさん出てきて国を変えてしまったわけです。だからその影響力においては無限の仕事をなさったのが吉田松陰と。で、この方はですね、情熱の質でありました。だから時世の苦でも、核すれば核なることと知りながらでしたっけね。やむにやまれぬ大和魂。まあ、こんな意味の時世の苦を残されたわけですが、 やむにやまれない気持ち。これが、ま、情熱だというふうに思うわけです。まあ、つまり、自分が何もしなければ、もうこれは、この大きな生命の退治は枯れてしまうかもしれない。当時は日本が、もう枯れてしまうかもしれない。だったら、こう、何かやらずには、もう、やむにやまれない気持ちが湧いてくるという。こういう気持ちになってきたら、ここに情熱が湧いてきて、これが霊的な仕事になると。<laughs> 霊的な仕事になるという意味は一つはですね、そういうふうな使命感に目覚めたときに、霊的に支援が入ってくるということでもあると思います。まずは自分の守護霊。これが目覚めて自分に力を及ぼす。そうだ、頑張れと。それからさらにもっと大きな使命に目覚めると、指導霊といって、守護霊以上の霊格の方々が力を貸してくださり始める。この辺からこう霊的な仕事になっていって、 この霊的な仕事は影響力がどんどんと広がっていって、たった一人から始まったものであっても、ものすごく大きな影響、力を及ぼすということであります。これが例えば、ブッダのお仕事なんかもそうだというふうに思うわけですね。たったお一人で、えー、歩きながら伝道されていったうちに、だんだんお弟子ができて、当時はまあ小さな教団だと思っていたのが、だんだん大きくなりつつ、 今2500年経ってもまだその影響力が止んでおりませんよね。だからたった一人から始まったものであってもこれぐらい大きな仕事ができるんだという可能性が示されたわけです。だから自己限定するのではなくて霊的な仕事になっていけば無限界の影響力が出てくるんだということに目覚めようと。それには情熱が必要であるということであります。 まあ私なりのささやかな体験ですけれども、まあ伝道をさせていただいて、日本やブラジルでさせていただきましたけど、伝道をしていくときはですね、お話を1時間なら1時間して、前にいる人たちを動かさないと伝道の成功にはならないわけであります。最後には入会をしていただくとか、っていうことが成果になってくるわけですが、この時に情熱がなかったら決してこの伝道にならないということは、確かに身をもって、 体験いたしました。だから理路整然と理知的に話すだけでも不十分なんですね。もちろんそのしっちゃかめっちゃかな話をしたんじゃ、全然え人は動きませんが、しかし、この綺麗に話してるだけでも人は動かないんであります。 そこになんか自分から湧き立ってくる情熱みたいなものがあって、おそらくそこに何らかの霊的なご支援が働き始めることがなければ、決して前にいる人は席を立って、よして私も入りたいというふうに言ってくれないわけであります。だから人を動かしていく、開拓伝導をしていくときに、必要なものは、これはもう情熱であってですね。だから上手に話すということが、まあできないわけですね。 だから、まあ、ブラジルでお話をするときも、最初は私はレジュメを作ってですね、たまにチラチラ見ながら話してましたけど、目を下に落とす瞬間に目の前にいるラテン系の皆さんは、なんか顔が一瞬ちょっと曇るんですね。それなぜかというと、あ、この人はなんかこのレジュメを見ながら喋ってるのかと。このラ,ライブの場で自分たちを見て喋ってるんじゃないんだっていう感じが微妙に伝わると、ちょっとずつボルテージが下がると。だから、 あブラジルでの殿堂ではもうみんなからの目を決して話すことができなかったわけですね。私は今回の動画においてはですね、なるべく短い時間にコンパクトに論点をちゃんと話そうと思うので、実は正直レジュメを作って喋ってましたが、ただちょっと今日はもうそれやめております。ですから、もうとにかく自分の情熱でですね、この中から何かを自分の中から出していかないといけない。決して人を動かないわけであります。 これが2点目の情熱。で、これが本当にいい仕事になったときは、ものすごく大きな影響力を発揮するということですね。そして3つ目の特目は何であるかというと、これが知恵であります。で、情熱は確かに偉大な力なんですけれども、この情熱だけに任せてると、どちらに行くかわからないところがあるわけですね、まあ。つまり、えー、休息は早いけども、 コントロールがあんま良くないピッチャーみたいになって、どこにボールが行くか分からない面があると。そこにこの方向性を与えるのが知恵であると。で、この知恵というのはじゃあどうやったら出てくるかというと、それは、まず知識を得て、心理知識なら心理知識を得て、それを実践に移して経験に変えたとき、知識に経験が乗ったときに知恵になると説かれるわけですね。だからこれはもう、 学んだことをやってみないとこの知恵は手に入らないわけであります。単に知ってるだけ、単に座学してるだけではこれ不十分で、学んだことについて自分なりに咀嚼して、それをとにかく拙ないながらもやってみると、あ、こういうふうにやるとうまくいくんだとか、あるいはこういうふうにやるとあうまくいかないんだとかですね。か細かい色い々ろいろなこのやってみた上での教訓が溜まっていって、それが知恵に変わっていくと。 でこの知恵がないと、この使命感から始まって情熱で大きくしようとした仕事がですね、十分なものにならないということであります。まあ、ということで、えー、3つ目の特目としては知恵が必要。仏教的に言うと、これが悟りが必要になってくるということでありましょう。 で、結局、この、使命感に目覚めて、そして情熱を得て、そして知恵によってより高度にする仕事で一体何をすべきか。それはいろんな仕事があると思いますが、やはり原点に変えれば、この真理を伝えるということが最も大事な仕事であろうと思うわけです。なぜなら、そもそも始まりは、この生命の体重の一部としての自分の気づきであって、この生命の体重はですね、 放っておくとみんなチリジリバラバラに自分勝手な考え方に利己主義の中に入っていって木が枯れてしまうと。この危機感があるわけなんですね。だからこの危機感から始まって情熱が出てくるわけなんですが、この危機感をなんとかこ打破するためには、正しい真理を伝えないといけないわけであります。だから今こうやって私がやってるのもですね、この生命の退治に始まる、この使命感に始まる、 人間感性の道というのが、この生命の退場を生かすために必要な教えであると確信するから、こうやってまあ伝道しようという気持ちになっているわけですね。だからやはりこの一番大事な根本的な使命感というのは伝道の使命になってくるに間違いないというふうに思うわけであります。で、まあ、この人間感性の道の中で最後に解かれるのは、この三つの特目を 本当に力あるものにするためには、自分の正しき心の探求が必要だと説かれるわけですね。常に自分の正しい心。だから自分から出てくるマイナスの思いを出さないようにする必要があるし、それからもし、マイナスの思いがです、途中で出てきたら、なんかうまくいかないなっていうようなことでですね、マイナスの思いが出てきたら、それを反省することによって、心を正しく変えていく。この修行は一生続くと。 いうことで、心の修行を一生続けながら、まあ、繰り返しになりますが、生命の体重の一部としての使命感に目覚めて、それを情熱によって大きな仕事にしようとして、そして最後に知恵でもって方向性を正していくと。いうことによって人間は完成に近づいていって、でこの人間に、完成に近づいていく人間がたくさん出ることによって、世の中は変わっていく。 生命の体重はまさにすくすくと育っていって、ユートピアができる。そして自分自身もまた大きな生命の体重が大きく繁栄することによって、自分自身も繁栄する。人も繁栄する。こういう世界が展開してくるというふうに思えるわけであります。私はまあ、原点に戻ると1989年、まだ30歳そこそこの若い自分でしたが、こういった教えに出会ってですね、 まあ、そしてもまさしく人生が変わったわけであります。私もやっぱりすごい利己主義的な人間だったと思うんですね。それがまあ、こういう教えをですね、打ち込まれることによって、霊的な仕事で打ち込まれることによって変わっていきました。まあ、ですので、えー、私が最後にお勧めしたいことは、やはり、エル・カンタレもオ川カ総裁も霊的な仕事によって、えー、私たちを変えてこられたので、 その霊的な仕事というのは、やっぱりこの原点に当たらないと決してわかるものではありません。今日私が喋ったのは私なりの悟り、えーまあ、小さな悟りに似たものでありましょうから、原点の中から大川総裁の霊的な仕事を味わってみて、初めて我々は魂の根本から変わると。ぜひともこの章ですね、ご家庭に一冊備えていただいて、繰り返し読んでいただきたいということを、 お伝えして、本日のお話とさせていただきます。ありがとうございました。